どうもロチンです。海賊無双4やっていきます。よろしくお願いします。さあ今日は真の海賊王無双をガープでクリアしていきたいと思います。行きましょう。俺が行く。それでは行きましょうか。ガープはね、あれですよね、使えば使うほど強えなっていうのが分かるキャラクターですよね。もうなんだろうな、1週間前ぐらいにランキングとして動画出したんですけども、それからガープさらに使っていくと強いね。やっぱりめちゃくちゃ強い。さて始めようぜ。OK。 この技のちょっと当て方よね、この当て方が本当に難しい。 OK。 でロギアにも強いっていうのがまあまあ一番の強みじゃないですか。で空中攻撃これが強い。ゲージが一気に溜まるしダメージもそれなりにあるんでいいんですよね。 OK。どんどん行こう。ナイスすぎる。で若干回復も入れつつ進んでいきましょう。めっちゃ強い。で自分で回復できるっていうのもいいところよね。しゃ、自分で回復が入れれるっていうのもめちゃくちゃいい。いいね。あ、優勢に入れたかったのに。そんなに俺に仕方ない。どんな結末でも文句はない。一気に片付ける。いや無理か。そこまでは減らしきら。ナイス。消してしろ。よし。OK。空中攻撃が。やってやろうじゃねえか。 OK。 ちょっと寝るか。いやいいか。負けただと。若干回復を入れてカイドウの方に行きましょう。ありえない。原骨流星群、流星群これある程度発動を待たないとダメだもんね。お、ジャックいった。でかい体敵に対してのこの流星群のダメージ入るよね。すっごい入る。 OK。 これゲージを無理か。溜めたいけどそんなにたまらない。一回回復入れる。若干回復してOK。 いきますか。 50% ぐらいね一気に溜まる時があるんだけども、まあまあそれも確実じゃないんでね、あまり期待はしない方がいい。流星群入れて OK。 こういうロギア系に対してはめちゃくちゃいい。死ね。この技は縦に広すぎる。縦に広い。これでしまいか。相当縦に広いね。白ひげの氷山鳥海、あれと同じと思っていいんだよねこれってね。強化された氷山鳥海と思えばいいらしい、まあ、そういう当て方やね。あげい。あ、ミスった。バーストしてなかった。いきまーす。 OK。 ガープいた。よし。でバーストからのジョニアに挑もうというのはお前か。必ずそれだけの力がある。流星群入れとく。おーい、もったいない。食いしばり。いいね。倒しきれはしないね。そろそろ本気でいくか。オーケー。申し訳ありません。
撤退します。勝てどうしろや、うん、見つけたぞ。勝ってお前だな。俺がその考え叩き直してやる。あーそうか、攻撃力アップ重要だったね。何、海軍が全滅だ。ちょっと一回寝た方が良くない？俺がしっかりしていれば。いや。ちょっとおでんたちが来た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 。取って。目があったな。オッケー。とりあえず全員集めて。これ以上の。こっからやっていく。この俺だ。骨流星群。いいね。はあ、食いしばり。この間もダメージが入り続けるっていうね。命とんでもねえ。私とも遊んでもらおうか。いいぞ、見せてやろう。終わり。私の底力を。強すぎる、強すぎる。我々を引かせずして。ちょっと本当キャプテンの顔は拝めまいよ。ガープのね評価がちょっと前まで低かったっていうのがちょっと恥ずかしいね。ロジャー海賊団のクルーを相手にここまで。ここでエッジの回復までしているからね。これは海賊王になる男、天下無双の海賊だ。はい、寝とった。 20% ぐらいか今回復したのは。今回のライブはエンドレス。まあまあこれぐらい回復すりゃいいでしょう。 OK、 ゲージもそれなりに溜まったし、これで進んでいきまーす。まあ、若干寝るのにね時間はかかるんですけども、いいでしょう。 OK、 ここも一気に倒す。ここ3体をまず倒して、で、あとは上の方に行ってから、これ以上の消されたようだ。寄ってくるのを待ってから倒しますか。げんこつ流星群。あ、今ちょっと待って、流星群これ発動してない。よし、脳には当たらない。生きるか死ぬかの勝負だ。いいね、当たらんな。ちょっとそれ悔しい。どうだ、倒しきれてない。OK、うん、勝負ってのはローの無敵にも対応できるっていうのでいいね、いける。温存した力全て出し切ってやるぞ。俺が相手をしてやる。その程度か。あ、回復アイテムこんなとこにあった。意外と減るからね、HP が。こんなところで終わるのか。よし。で、ゾロとサンジもどうにもならない。こっち側に行くとついてくるよね。で、ウタたちと一緒に倒せば楽。よし、ナイス。理由があるなら受けて立つのが男ってもんだ。オッケー、来てる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 、いい感じ。いいぞ。おでんの剣に手加減はない。バカ、やっつけちゃうね。もったいない。誰であろうともったいない、私がやっつける。流星群かなり重要なんだけどね。もったいねえな。私の邪魔をするなら覚悟して。よし、ヒーロー入ってる。ナイス。ゾロ倒しときたいな。世界一の剣が負けるわけにはいかねえんだよ。どこ、いや、破壊力。オッケー、悪魔のごとし。オッケー、倒せるね。ナイス。なんでこんな目に。これ別にいらんな。別にいらん。でもお前の破天荒、これが最後まで続いてくれればいいか。ここまでやられて黙ってられるか。ちょっと回復しないとこれまずくない？その程度か。俺が相手をしてやる。その程度か。よし。
ちょっと 20% ぐらい回復させます。オーケー。この自己回復ってすごいよ、とんでもない能力。好き放題やってくれたな。今度こそ俺の幻術を食らわせてやる。これ以上の地位はいらん。でもってちょっと離れて、まさかこれほどとは思ってなかった。入れつつの全力で相手させてもらうぞ。食いしばり減らす減らす。面白い戦いになりそうだ。よし、生きててこその殺し合い始めよう。入学も入ってる。やるじゃないか。けど倒しきれてない。その強さもっと見せてみろ。まったく何というのもあげつだ。このまま攻めればどうせ泡倒せる。てるのかやらんのか。ここまで追い詰められたのはレイリーが意外と。だがこの HP 残ってるな。勝つのは俺だ。ロジャーの右腕としてあまり無様な戦いはできんな。倒したでしょ。勝ちを確信するにはまだ早いわ。ここからが本番だ。まあ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 、これなりっていう感じですかね。ああ9分台かと思ったんですけども、全然10分台でしたね。はい、ということで今日はガープ使っていきました。ガープいいよね。なんか使うたびに強いなっていう風に思います。はい、ということでまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。